にちは、森えりです。はい、今日は、皆さんからの質問に答えたいと思います。私がさりげなく LINE ライブでシャープタグね、シャープ森崎聞いてくれよタグをやって勝手に発信をしてですね、20件ぐらい送っていただいて、それにどん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 今回は答えていこうかなと思います。では始めていきましょう。やる気が出ない日が続いているんですけど、やる気が出ない時からのやる気を出す方法、何かいい方法はありますか？やる気がない日はやらなくていいと思う。私はやらないですね。とりあえずアイスを食べます。顔の鼻の横にほくろがあるんだけど、それが本当に目立って嫌なんだよね。森有が顔の鼻の横にほくろできてたらどうポジティブに考えますか？あのね、森有ね、結構ねほくろ多いって言われるんですよ。ここにもあるし、ここにもあるし、でこれがねシミ疑惑のそばかすなんですけれども、結構なんかこういろんなところに私ほくろができてきて、小学校3年生ぐらいの時にほくろが増えまくったのね。ほくろはコンプレックスめっちゃあるんですよ。なんかもうなんでこんなほくろあんのみたいなぐらいにあるんですけど、私ほくろすごい嫌な、ほくろはねここのほくろがすごい目立つ時があるから、ひたすらコンシーラーで隠してます。すごい気になるようだったらコンシーラーでめっちゃタップしてこうタタタタタタタ、青めのコンシーラーと普通のコンシーラーを混ぜてやっていくと結構消えやすいと思います。自由ってなんだろう、なんだろう、こういうことじゃない？多分これだよ。これ自由に生きてるからこうなってる。髪の毛が芋みたいにボンバーになります。どうしたらいいですか？どうしたらそうなるんですか？無理やりがよく使う顔文字やラインスタンプ、お気に入りのスノーを知りたいです。無理やりがよく使ってる顔文字はこんな感じの顔文字です。 LINE スタンプ、これ動くやつがいいんですけど、なんかこうなってて、こうやってなるクマとか、こうやってなるクマとか、あとなんかこうやってなるニワトリとかをめっちゃ使ってます。とりあえずみんなからキモいって言われます。誰にも相談できる人がいない場合、森有ちゃんはどうしますか？なんだろう、マジで昔本当に割と重めのみたいなやつはヤフー知恵袋とかに本気で相談したことはあります。森有の相談コーナー始まるよからの真顔、マジか、こういうやつ、こういうやつ来る。私、森有の相談コーナー始まるよね、こうなるでしょ。ストレスが溜まると暴飲暴食をしてしまうんですが、森有ちゃんのストレス解消法を知りたいです。同じです。めっちゃ食って、めっちゃなんだろうな、ホラー映画を見て笑う、怖いってなる人なんで、ちょっとやばいやつですね。オフ会してよ、オフ会したいよ。2年くらい開いてなくて、1回だけちゃんとしたオフ会を開いたことがあるんですけれども、いやー、コミュ障発揮、皆さんにお会いできる日ができたら嬉しいです。最近心から笑えません。心が不安定の時、森有ちゃんはどうしてますか？いや、私も心から笑ってないと思うよ。め心から笑えない時はひたすら嫌いな人のことを考えます。いや、これ結構真面目な話なんですけど、あの昔いじめてた人とか、すごい私が唯一嫌いになった人とかのことを逆に考えて、なんかもうそれだとさ、なんかさ、逆に笑えないんじゃないって思うじゃん。私は逆にその人が今どういう生活をしててとか考えるんですよね。でなんかもうその人よりちょっとでも幸せなことがあったりとか、その人よりも何かだろう、人の役に立ててたりとかすることがきっとあるんだろうなとかって思うようにすると、なんかあの時の私をいじめてた人よりかは寂しい人間ではないんだなって勝手に思えるので、なんかそしたらだんだんとポジティブになるんですけど、でも根はクソネガティブです。皆さん超ご存知の通りめっちゃネガティブです。一回黒髪にしてください。ひたすら怖くない？前髪どこ、前髪どこ、マジでどうですか？怖くない？私なんかすごい人工毛感が半端ない。なんかこの前髪がすごい気になるんだけど。目が切れ長でコンプレックスです。切れ長はどう思いますか？ちなみに二重です。二重の切れ長ってこと？こういうこと？あ、こういうことか。こういうことですか？でもすごいあれなんじゃないですか、アンビシャスジャパンみたいな、ていうの、アジアンビューティーみたいな感じで。切れ長の二重かっこいいと思うけどな。授業中お腹空きすぎて辛い。お腹空きすぎて辛い時はここのツボをクーって押すとならないらしいですよ。お腹が空かなくなるということを聞きながら、授業中めっちゃ私はここのツボを押してたけど腹は減りました。紅茶のことどれくらい好きですか？
らい好きですかって。仕事されました。いや真剣に答えると、なんだろうな、もうなんて言うんですかね、家族ですね。会ったことがなくて会いたい YouTuber はいますか。あ、最近すごいキットチャンネルっていうチャンネルをずっと見てます。すっごい面白いです。 YouTuber さんの中で結構いろんな人と会ってる方の人だと思うんですけど、私唯一会ったことない人たち、キットチャンネルさん、ぜひお会いしたいです。無理やりって10回言ってみて。無理やり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 、あなたの名前は、え、無理やり、あ、森崎アリス、あ、そういう感じ。私は今学生で芸能界に憧れています。特にアイドルに興味があるので。私はデブで色素沈着や肉割れもあるし、いろいろあってたくさん傷跡があります。なので痩せてきても綺麗にはなれないと諦めています。そんな私にもまだアイドルになれる可能性はあるのでしょうか。頑張ればいけますか。私は86キロの時に58キロぐらいまで痩せてアイドルみたいな感じのことをちょっとしてたことがあったんですけど、でもその時も本当に、今も肉割れって、肉割れは見せれる範囲だと難しいんですけど、この何ですか、戻らない皮と余った肉がすごいんですよ、ここの。だから自分はここがすごい今コンプレックスです。あとお腹もそうだけど、本当にお腹にも肉割れもたくさんありますし、で柔道とか相撲とかで蓄積されてきた、本当筋肉が全然消えてくれなくて、だからすごい余計に重いですし、すごい、なんていうんですかね、いろんな、その、なんだろう、ミミズバレみたいになるじゃないですか、肉割れって。それがすごいコンプレックスだったりとかするので、お腹を出すのは私は唯一 NG なんですよね。でも自分がやりたいと思った時にそれをやった方が後悔なく生きれると思うし、私はあの時86からその560キロまで痩せて、アイドルとかその芸能界に入れたことで今のこう私がこうやっていると思うので、あの時勇気を出してやったっていうことはすごい自分に誇りを持ってます。本当に痩せれなくて困ってます。私すごく面倒くさがりで持続しません。どうしたらいいですか。いやでも私もそうですよ。すっごいあれなんですけれども、その痩せていた時、痩せた時、86から60キロぐらい、約60キロまで痩せた時から、60から105まで役作りで増やさなきゃいけなかったんですよね。でその役作りで増やす時が一番辛かったんです。食べる時はめっちゃ食べますよ。食べ放題とかもめっちゃ大好きで行くんですけど、逆に食べるな食べるなとか言われるとイライラして食べちゃうんですよ。食べなくていい日は本当に私何にも食べなくて、水のみしか飲まない日とかも結構あったりして、それは体に良くないのでダメなんですけど、だけどなんだろうな、必要な本当に成分を、野菜とか自分の中のいらないものをとにかく出さなきゃいけないから、毎日お水はしっかり飲んだ方がいいかなと思います。毎日こう綺麗なお水に、体内の水を取り替えようっていう思いでお水を飲めば、なんか知らないうちに少しずつ減っていくとは思うんですけど、見た目のコントロールはやっぱり自分で努力をしなければ、リンパマッサージだったりとか半身浴だったりとか、どうしても手間をかけないといけないので、そこは自分との戦いかなと思います。私爬虫類が大好きで、コーンスネークという種類のヘビを飼っています。もやりちゃんは爬虫類好きですか。あと好きなら何が好きですか。私爬虫類系無理なんですよ、本当に無理なんですよ。おばあちゃん家とか行くとヘビすっごい出るんですよ。なんかもう大蛇みたいな、でっかいこんなぶっといヘビが出たりして、うわーと思ってとりあえず固まって、ヘビヘビヘビみたいな感じになるんですけど、一番あの生き物の中で嫌いなのはカエルです。マジで私カエルはなんでこうなんかこうやってなってるのかがわからない。本当に本当に無理なんですよ。ゴキブリより苦手かもしれないですね。一生カエルを見せた人恨むぐらいカエル苦手ですね。黒髪にして制服着てみてください。制服きつくない？26だよ私、永遠の16とか言ってるけど26のアラサーだけど大丈夫ですか。大丈夫？よし待ってろ。ピンク線からやってきたあなただけのお姫様、永遠の16歳森ありこと森崎アリスです。何やってんだろう本当に。はい、ということで森ありの質問コーナーでした。次に質問コーナーをやるときは LINE ライブとか
ツイッターとかでいきなりタグを上げて今回みたいに森崎聞いてくれよとかそういう勝手にタグを出すと思うので皆さんそこをチェックしていてください。ということで森有でした。せーの、おつわり、バイバーイ。これはこれでありじゃありでもないか。はい、お疲れ様です。